マジで勝ちに行きますよ。コンディションいい。コンディションいいね。だよね。だって全日見たら今日の朝でお前2日になってたから、ね、2日間家から出てないからさ万全の体制だなと思った。全日っていうのはね、まあ、あの友達と位置情報を交換して、友達が今どこで何キロ、時速何キロで移動してて、今充電何パーっていうのがね、分かるわけなんですけど、まあ僕らは全日やってまして、もう何年やってますか？ 3 年以上やってる。シャイの時に始まったな。めっちゃやってるよ ね。 ね、僕最初めちゃくちゃキモがってたけど便利あれめっちゃ便利だよね便利。トシミツ、カタクナにやってること隠したのかなあ、そうだっけ。俺、全理やってって言うなってなんか、最初ねそんな言っちゃダメなことなの。なんかちょっと嫌やん、最初もういいやろさ、カップルとかでこれやるとなるとちょっとね、あのえっていう人言っちゃいるよね。でもカップルでやってる人でしてもいるでしょ。もうそれはだね、便利だよね。そうですね、ね、はい、やってますねまあそんなにね、やらしいことなきゃ全然いいもんね。なんか、どこって言われて、いや、キャバクラが縦に並んでるから欲しいな、わかる。あそこはあの、パワースペースだっけ、あの、ビリヤード。あの辺ね、怪しいのまあ、なんか皆さん多いからね、なんか写真送ってさ、パワービリヤードかみたいな動詞、4日家にいますどうしよう、出ないんだよ。マジで出ないよね。最長何日だっけ、1週間とかだっけ。2週間もある。1週間余裕ですげえ。すごい、ちゃんとこう連動してんだ。すごいな。こうやってね、今俺らがここにいるって分かるか。全理と一緒だ現代、これ全理と全理パクってんじゃないですか、これまだみんなが来ないからさ、来る意味ないじゃん、正直。遅れて、最後の人と合わせれば実際さあさ、あの、別に全理をで確認しちゃってるのは言っていいでしょ。うん、別に我々は、うん、そう、そのゼンリーで、あ、としみつまだ家かって瞬間が多いんだよ。そうね、今日に関しては多分てつやととしみつお互いのゼンリーの位置を確認してまだ急がなくていいんだ。いや、俺マジ全く見てないあ、見てないんだ。よかったね、りょうくん、こいつら低めやってんなてつやの方から待ってた。なんだ、どうしたんだよ。もし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 、だから何しかやろっつったろ。ラピュタだろうがよもうほっといてくれって言ってんだろ。ゼンリー全理見…え、検索？誰が親父てつやって検索するって言うんだよ。もうそろそろ来るか。ちょっと全理見て。いやマジ普通にさ、台湾までそばも食べたいんだよね。毎回迷ってちゃう。あ、来てる来てる来てる。嘘、あれ芝湯も来てる。嘘、芝湯とニトロも来てます。あらららら、でもね、あれね、俺しかできない気がする。毎日10キロいやきついよ、ほんと。12時に全理が見るやつから見てくれてる。時速3から5で来るうわー、知ってるやつ見てな、習慣づいたの。毎日0時2000で見ると俺動いてるからゆっくり。なん最初なんか散なんで散歩かみたいな。いや待てみたいな感じで、あれかうわチェックしておきます。チェックしてもいいです。全D ジャパンです。出た。俺は返してくれますからね、うん、あ、そうなんだ。そうなんよ。おかえりバンプってきたので来ました。楽しい昨日ですよね。そしたら、わーい、ありがとう、いつも全理を愛してくれてるリオさんならバンプもう使いこなして楽しんでくれそう。うわ、これはなんかちゃんとキャラになりきってますね。うん、まだ6面ステーションはいい。あ、いるね。いや、完全に住んだね。あー、住んだ、彼らもうもう、馴染みがすごいもう遊び…住みすぎだよね。遊び来た方がいい。そう、その、程度てかさ、その、さっき哲也忙しいって言ったじゃないですか。いや僕、全理哲也くん登録してるんですけど、家から3日間動いてなかったです。俺もさっき言おうとしてちょっと止めたんだけど3日出てないよね。3日動かなかったんですよ。動いてない。いや彼携帯置いてったんじゃない。え、六名さんと遊びすぎってことはないですか。だって飛び回ってんね、全国飛び回ってたね。飛び回ってる人は携帯置いていかないでしょ。いやいや、それはちょっと今日も家にいるなって思って、ね、ネットの時代に犯されすぎじゃない。それは逆に持ってるせいでみたいなこともあるからね。いやでもそんなことなかったけどね。でも私普段のあの人のプライベートしてるけど、まあ出ることないよ。まあまあ何にも外に用事ないんだからおはようございます。現在朝8時半、リオのチキンレースです。我々大体の友達とはゼンリーというアプリでね、位置情報を共有し合ってるんですけど、1時35分1時間半ほどが経過しました。まあ、ここまでのね、僕の動きをおさらいすると、まあ、まず車に乗ってゼンリーを確認したら、哲也くんが名古屋駅にいることが分かったんで、まあ、僕も慌てて名古屋駅に向かいました。で、名古屋駅に着いて、まあ、ゼンリー確認するとまた車で移動し始めてたんですね。日曜の名古屋道がめちゃめちゃ混んでて、まあ、イラついたんですけど、まあ、しょうがないんで動きを見てたら、名古屋駅から10分弱の、まあ、愛知一の繁華街栄の方に移動してました。麻雀と、うん、ガンプラもついましたね。ガンプラ昨日、昨日、一昨日エディオンに
2回通ったからね。そう。めっちゃいたよな、エディオンに。めっちゃいた。めっちゃ見てたよ、これ。ちょっと唯一全に把握しすぎだもん。すごい。前でめっちゃ見てるから。見え、怖どこどこ行って、どこどこ行ったよねって言われるから。結構見てるでしょ。俺結構見てる。めっちゃおもろい。見てるだけで、俺。うん、いや他に何があるいや他にないでしょ。あなた柴田くんなのね。そうさ、これは100年越しの輪廻転生サプライズプロポーズ。結婚してください。やっぱりサプライズしてくれた。喜んで。ごめんなさーい。疲れた。ちょっと疲れたな今。いやでもね、プレゼントしてなかったな。ほんとじゃん。あれ結婚してくださいの言葉だけだったんだ。そうですね。すごい、奈々子ちゃんにゼンリー始めさせようとしてたからね。なんで怖っ。いや、やってんの、やってんの。ゼンリーやってんの。やろう、やろうよ。いや、歳ね、お前がさ、ゼンリーちょっと交換してきてよって言ったんだ、お前が。悪い人だから。これは、ほんと黙ってたんですけど、私と芝居部東京のマンションも同じです。おかしいでしょ。ここまで来るとキモい。もうキモい。それは大好きな人たちだもんな。ちょっともうキショいな、うん、しかも回は違うんです。今度、うん、回は違うんですけど座標全く同じなんです。縦軸がね、2個上の間取りも平米というか全く一緒。形全く、仕切りが違うだけで上から見たら一緒の位置。地図で。ゼンリーずーっと燃えてんだよね、二人ともね。ずっと一緒にいるよね。大体同じ座標にいる。正解は、あの逆再生で戻る。あ、もちろん。素晴らしい。さあ、言いますよ。はい。正解は、こいつとこいつだ。まあ、団子はちょっとね、考え方的にあったしね。赤黄で完全にプーさんと思ってたな。マジで難問だな、今日。全然正解してない。いや、やばいって。もうちょいなんか、最後の方のボケにしてよ。ゼンリー見た感じ、うん、公園の半分より向こう側だ。おお、そんな詳細までわかるっけ。さっきね、あのイクト君が、起こしてましたんで、多分普通にそろそろ来るんじゃないかなというふうに。前日中だとまだ家なんだよ、ね。あ、そうなんだ。振り切ってるな。なんなの？なんのつもり？一回起こしてまだ家にいる。6時半だ。6時半に起きろってことかよ。おいおいって頭抱えて寝たもんね。電話してて俺が繋がって。電話して。前日わざわざフリーズしてるよ。フリーズしてる。ゲー細かいし。ゲー細かい。気にしてるのかちゃんと。お前酒飲んでんだな、さては。これでそのお前髪長くないか。今日お前朝ゼンリー不意にしただろ。さては、あー、まあ、早かったからね、アートファンドはね。家出るときに哲也家にいたじゃん、うん、哲也、あー、まあ、いつもと寝てるわと思って哲也いたからさ今日、うん、あれと思ったけど意外と分からんもんだな。あのトヨタのマークみたいなやつで行けやろ、ね、はい、お次、はい、ドラム缶蹴り。ドラム缶ケリ、ドラム缶で缶ケリしてみましょう。すみませんね。ありがとうございます。え、あれちょっと、お前らなりょうさん、どうした。あれ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 おかしいな、おかしいな、あれあれ今日って10時集合なの。今日は10時集合ですよ。あれおかしい。あれ今何時だっけ。もう今10時20分ですね。あれタイミングやっぱすごいね。そう、だからそれはびっくりした。この5人の中の誰かが遅れてる時じゃないんですよ、ね、そうね、うん、家出たら全日見たらまだみんな家にいてさ、うん、いやこれは今日も遅れるなって言うよ。テテは電話するまで起きねえな。よし、ナイタンチ行こう。今から行くわ。で、ちゃんとみんな、あれ向かってる途中にね、全日見て、
あれ待ってよ、哲也とは年上だし、向かってんな。うん、ちなみにバディさんたちはさ、先にこっち来たじゃん、あのどうせ満腹が混んでるからって言って、で、ね、食べ終わってさっき帰ったじゃん、うん、帰った。なんかプンさんのゼンリーが満腹にいるんだよ。意味わかんない。プンさんだけ車何台多いじゃん。2台。あ、プンさんは車両。そうね、プンさんはいいね。あ、でもチンさんは戻ってる。ああ。マスダまだ満腹がいる。あ、もう岡崎でゼンリーって本当に友達みんなやってるよな。でも今あのこんなちっちゃい地図に15人ぐらいいるよ。こんなちっちゃい地図。岡崎市ね。すぐに友達に会えるからいいよな、岡崎って。最初ゼンリーいた時、旅行先だったじゃん俺。りょうくんと一緒に。ああ。そう、ヨーロッパ行った時。はいはいはい、入れて、俺ヨーロッパ帰ってきたら多分もうこれ使わんわと思って、正直ね。うん、これ多分いらんなと思って、その時のエンドだったなと思ったけど、すっごい使ってるね。すっごい使うよね。楽しい、このアプリ。なんかいちいち連絡取らないでいいから楽だよね。そうだって今日暇とかさ、うん、言わなくていいもん。そう、誘う必要もなく誘われる必要もない。そう、適当間に、あ、今日はここに誰々がいるのか、じゃあ行こっかなくらい。何言っていいとかね。うん、急に行くもあるしね。確かに。でもなんかすごいさ、理解されないこと多くない、ゼンリーやってる。あ、これはね、多いと思う。多いと思うね。ね、え、絶対嫌なんだけどって言うよね。俺の友達はもうみんな嫌だって言う。え、何のやましいことしてんすかって思うもん。本当に。え、でもなんか気持ち悪いって言うよね。常に場所バレてるの。俺らノーガードだもん、ね、マジでノーガード。何でも言うもん。クリア。今さらなんか別にやましいこともないし、見られてて嫌っていう気持ちもない。全くないの。やばいって。え、ちょっと取れたわ帽子。ショックすぎて。え、え、本当に。そんなことは。何マジで困るって。え、ソースだ、ソース。本当に。ちょっと待ってくれ、本当に信じられない。いや、なんかツイッターとかだと別に何も言ってないんだ。いや、みんな言ってるよ。いや、みんな言ってる、みんな言ってる。うん、親会社の調子的にっていう判断らしいですけど。そんなことあるか。で、全…え、全理終了。やばい。ありえない、ありえない、許されない。ショックすぎるな。無理やん。だったらあの、ツイッターの方がいいもん。ツイッターがなくなったら。それは言い過ぎだよ。言い過ぎてる、言い過ぎてるぐらいの気持ちですよ。え、どうやって生活してる。え、どうやって生きてくの俺たち、これから。なんか不満で仕方ない。無理やん。いや、最初俺やるのめっちゃ遅かったじゃん。うん、今なんか俺ちょっと見るような癖ついちゃってさね。ほんで見て、うん、私に次はいるんだ。だって今日の動画ゼンリーに触れてんだよ俺。マップ見るときもうゼンリーで見るようになってるやんで突っ込み受けてるんだよ。すごっ。どうする俺たち、こっから。もうマップ見るとき全リーで見るようになってる。いや、悔しいのはやっぱりさ、あんなに見にくいとか言ってたのにさ、慣れちゃったわ。全リーへの勝ちだわこれは。なんか全リーを支援する方法ないのかな。ね、俺も大好きなんだ。俺たちの大好きな全リーを終わらせないでくれ。沖縄とフィリピンも意外と近いなと思って。ゼンリーずっと見たんだ。ずっと見た。もうなくなっちゃうんだから、あと1ヶ月だよ。いや、マジで確かに1秒無駄できない。そういう概念なんだ。うわー、なんかいきなり竜神行ってるやん。そうだね。移動が分かんない。ついてすぐ竜神行ったからね。ゼンリー、どこ行くんだよゼンリー。なあ、なんで急に走るんだよ。教えてくれって。おい、どこ行くんだよ。おい、どこ行くんだよ。ゼンリー、だからお前は俺たちを忘れるな。ゼン、ありがとう、ゼンリー。